世話になったな。行きましょう。おやっさんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。ま、そん時はそん時でしょ。大丈夫。きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ。あれは。逃げる冴島、逃げるんだ。香坂、すまない、俺の力では止められなかった。だからどうにかして自力で逃げ。香坂、どこに行くつもりだ冴島。栗原、お前、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも香坂藩は生かせちゅうやろか。言うんじゃないですかね、香坂さんなら。そうか。よう聞け。お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるちゅうこと、その体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。Yeah!